はい、おはようございます。本日は、静岡県産の天然本マグロの紹介になりますね。今ね、天然の本マグロが入荷がちょっとしてまして、本数はね、1日だいたい5本から10本ですね。で、サイズの方もね、もう今ね、100キロ超えが多いですね、この120。サイズもね、120とね、結構大きいもんですよね。このように綺麗な身してますね。上の方までこれ油のある色なんですよね、この身は。尻尾はね、こういう感じで並んでる。これが油ですね。これがセカッタですね。こっちが腹ですね。で、こちらの方に切ったね、断面がね、これなんですよ。こちらもね、いい油してますね。この色がね、もうあの油の色ですね。こちらがもう。でこちらはね、この釜の部分ね、これが相方の釜になるんですけど、こちらですね。この部分が大トロの部分ね。でもね、十分いい油してますね。最近ではね、韓国産のね、天然の本マグロとかもね、結構大量に入荷もあったんですけど、やはりね、もう今は、そちらはもう今日は入ってないんですけどね、内地物の今、静岡とか、まあ、それと、宮城とかですね、千葉、それとまあ、南の方でしたら大分とかですね、サイズはね、大体もうみんな大きいですね。はい、もう100キロ超えですね。やっぱりね、100キロ超えるとね、魚がやっぱり力あるんでね、力あるんでね、やっぱりもう身の皮肌もね、しっかりしてますしね。もう鱗もしっかりついてますね。こんな状態です。本日はね、天然の本マグロの、静岡さんの紹介でした。ありがとうございます。はい、おはようございます。今日はですね、こちら、鮎を紹介します。宮崎さんの養殖の鮎です。まだ出始めでちょっとちっちゃいんですけど、塩焼きにして食べてもらったら美味しいと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、おはようございます。まあ、今回も、富山のボイルホタルイカになるんですけど、前回は、三つ折れ1枚っていうセイロだったんですけど、これは2キロ版のバルクって言ってるんですけど、僕らバルク状態。比較的量も安定して取れるようになったみたいで、値段の相場も、まあ、少しずつですけど、まあ、下がってきてます。もう少し経ったらまだ大きくなるんで、またその際は、紹介させてください。はい。はい、続きまして、これが、まだ順調にセコガニ、オオズワイガニの、まあ、メスですけど、まだ順調に、はい、取れてます。で、打ち子も、まあ、まだしっかり入ってるんで、まだこれも量がよく取れてるみたいで、相場の方も下がっていってますね。はい、まだ順調に入ってきてます。はい、以上、イケセコの状況でした。はい、おはようございます。本日の商品案内ですけど、トラフグの皮、まあ、こういうのはまあいっぱいの当てにいいかなと思いますけど、まあね、そうですね、大根おろしともみじおろしで、まあ、ポン酢であえて食べていただいたらいいかなと、お酒のあてにいいかなとは思います。はい、まあそういったところで、こういったトラフグの皮もありますんで、
国産のフグを使ってます。はい。はい、おはようございます。まだまだ冷え込んでおりますね。さあ早速今日の案内からいきましょう。さあこちらの方行きましょう。さあご覧ください。はい、こちらはね、島根県から届きましたキアラですね。はい、そしてこちらの方も島根県から届きました大きい頭ですね。はい、こちらの方はね、これだけ大きいサイズであれば、お作り、そしてまた煮付けが最適のお魚となっております。はい、そしてその後ろ行きましょう。こちらの方はですね、おじさんです。久しぶりにね入ってきましたね、こちらの方。よいしょ。あ、綺麗ですね、こちらの方ですね。こちらはね、鹿児島の方から入荷がありました。はい、同じく鹿児島シリーズですね。はい、ご覧ください。浜鯛ですね、お長鯛ですね。はい、こちらも炙りお作りが最適のお魚となっております。さあ続きまして、タチウオ、こちらもね、鹿児島の方から入荷ありました。まあ、あのビッグタチウオですけどもね、今日はまあ 3.5 キロサイズと、ちょっといっぺん取り出してみましょうか。久しぶりに、うわ、まあ、こんな感じですね。すごいですね、 3.5 キロですね。はい、タチウオが入荷しております。やっぱり大きいですね。はい、これはすごいですね。鹿児島から入荷ありました。さあこちらの方もですね、行きましょう。はい、高知県の方から、イシダイですね、本当にね、よく超えてきております。内臓脂肪も乗っていましてですね、お作りが最適のお魚となっております。あと一つ、煮付けがおすすめですね、こちらの方ね。はい、すごくいいお魚ですね。はい、さあ続きましてこちらの方行きましょう。はい、今日のサゴシです。こちらはですね、新潟県の方から入荷がありました。ご覧ください、とても綺麗ですね。こちらの方は木津市、またまだまだ朝晩冷え込んでおりますので、お鍋、うどん好きが最適のお魚となっております。綺麗です。はい、続きましてこちらの方行きましょう。最近ね、高知県の方からメダイが、結構入荷しております。ご覧ください、とてもね、可愛いお顔をしているお魚ですね。はい、どうぞ。こちらの方はね、5キロアップのサイズとなっております。こちらの方はね、お作り、あと一つおすすめの食べ方が味噌漬けですね。とても美味しいお魚です。あとね、こちらの釜の方もね、大変美味しいお魚で、煮付けが最適の お魚となっております。さあそしてこちら後ろの方行きましょう。はい、引き続きましてですね、天然ぶりの状況です。今日もね、高知から、そしてまた三重からとたくさん入荷しております。はい、ご覧ください。桜ぶりですね。はい、こちらもね、順調よく入荷しております。とてもいい状態です。はい、そしてこちらの方、春が待ち遠しいですね。はい、春に、桜の時期にふさわしい天然の鯛です。ご覧ください。こちらの方はね、九州は佐賀県山府さんから届いております。こちらのね、山府さんのお魚は、とてもね、魚の仕立てがとても綺麗でね、一匹一匹丁寧に選別して、送ってくださる天然鯛です。こちらの方はね、もちろんお作り、そして、塩焼き、霜降り、
そしてそうですね、煮付け、あと鯛めしなんかもおすすめですね。本当にね、春が待ち遠しい、まだまだ、寒い日が続いております。どうかね、早く暖かくなりまして、そして皆様のね、食卓も、家庭もこのお魚でね、暖かく笑顔になりますように、大阪中央市場立秋、一生懸命全国からお魚を集めてまいります。はい、今日の案内は以上です。どうぞ。はい、皆様、雑魚場の朝市、今回でね、第50回目と、次回のね、日曜日3月24日午前8時から、開催されます。もう早いもんでね、50回目となります。今回はね、マグロの特集ということでね、まずマグロの解体ショーから、そしてね、マグロの、食べ比べとかね、クイズ大会なんかもあります。で、私ども利州のお寿司なんですけどもね、マグロ尽くしというところでね、もう抜群のマグロ用意してます。もう巻き寿司もマグロ、丼もマグロ、上物セットも極上のマグロをね、用意してお待ちしてます。もうね、本当に美味しいです。皆さんね、これはね、もう絶対期待しておいてください。もう抜群のマグロなんでね。はい、そしてね、あとお子様が喜ぶような、イベント、まあ、職業体験とかね、ありますし、まあ、ボクシングのミット打ち体験とかね、あとね、これ一番人気、これ車エビのね、これここ車エビ大会もありますよね。これがもう結構人気あります。みんなこのお子さんね、生きたこの車エビをね、釣ってね、喜んではります。あと食育のゲーム大会とかね、スタンプラリーとか、いろんな催しもね、用意してます。まあ、あいにくね、少しちょっとこう天気が悪いと思うんですけどもね、まあ雨が降らないことをこう願ってね、皆さんのね、ご来場をお待ちしてるんでね、ぜひとも お越しください。競りのね、競り大会はね、私中村が一生懸命競りをさせていただきますんで、まあ、皆さん一つよろしくお願いいたします。皆さんお待ちしております。はい、待ってますよ。